赤岡修司は、地方競馬の高知競馬場、工藤新次旧社所属の騎手。得意な戦法は先行。1994年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月10日に、高知競馬、第2競争で、初騎乗。同年10月16日高知競馬第5競争を、パリースドラゴンで制止初勝利。1996年1月。 日本プロスポーツ大賞の地方競馬部門新人賞を受賞。同年9月16日第11回全日本新人王総派選出場。1997年3月9日、阪神競馬4歳品馬特別にイージースマイルで出走のため遠征。同競争を含む3レースに起場し、JRA 初起場を記録。1999年。 レース中の落馬不詳により4ヶ月間入院。復帰後成績不振に陥り、一度は引退を決意したが、騎手仲間の西川俊博に悟され本意。2006年167勝を挙げ、初めて高知競馬のリーディングジョッキーとなる。2007年8月11日地方競馬通算戦勝、達成。同年10月26日に、 スーパージョッキーズトライアルで49ポイントを獲得して総合優勝し第21回ワールドスーパージョッキーズシリーズへの出場権を獲得した。コーチの機種が同シリーズに出場するのは史上初のこととなる。第2戦のゴールデンホイップトロフィーでは金と出世しで一着となり JRA 初勝利を挙げるなどの活躍で総合3位となった。 さらに12月2日の1000万下条件でも勝利し、2日間で2勝を挙げた。この2日間で得た JRA での収得賞金は、高知競馬での年間収得賞金を上回った。企場手当シリーズ3位の賞金を加えると、高知競馬での収入に匹敵する額となる。ナーゼン国リーディングで自身初の年間200勝を達成する。2008年、 スペシャリストに起場して4月25日に、笠松の地方全国交流重賞、小栗キャップ記念、6月1日には、福山の西日本地区交流重賞、西日本グランプリを制した。2009年8月21日第8回高知競馬1日目で、8案に起場し、うち7勝を挙げ、高知競馬の1日最多勝記録を達成。 同年10月31日第12回高知競馬1日目、第10競争コスモス特別をビッグインディで優勝し、9004戦目で地方競馬通算1500勝達成。12月20日に無期上した K7 案で全勝を果たし、地方競馬での1日での騎乗機会連勝大記録となった。この年のナーグランプリ最優秀勝率機首賞を受賞。 2010年2月20日第18回高知競馬2日目、第7競争をロックスビスティで優勝し、9230戦目で、地方競馬通算1600勝達成。同年6月26日第6回高知競馬6日目、第6競争を西雲運対応で優勝し、9450戦目で、地方競馬通算1700勝達成。 2014年1月19日第14回コーチ、競馬4日目第6競争3歳1組条件戦を、シングルマザーで優勝し、12,032戦目で、地方競馬通算2,500勝達成。2016年4月9日、第1回コーチ競馬3日目第7競争 C3 から12組条件戦を、ビクトリーノバで優勝し、14,041戦目で、 地方競馬通算3000勝を達成した。これは、高知競馬所属騎手としては、初の達成となった。2007年、ワールドスーパージョッキーズシリーズ出場で得た賞金から30万円を NPO 法人、高知市子も劇場に寄付。翌2008年以降も、同法人に対して、寄付を行っている。ありがとうございます。